実は結構しっかりとスト2っぽく遊べるようになっているものだったりして、最初の印象で操作性が悪いのでかなり評価は悪いものとなっているんですが、この独特の操作性に慣れると実は結構うまく動かせて、かなりスト2的なプレイ感覚によるちゃんとした対戦も楽しめるようになっているんですね。まあそこまでして遊ぶものかどうかと言われると厳しいところなんですが、この作品ではしっかりとキャンセルのシステムもあって連続技が可能で、うまくやればしっかりと連続攻撃を決めることもできます。ちょっと細かい説明とはなりますが、いわゆる連続ダメージ判定となる相手のクライモーション中に次の攻撃をうまく重ねて、連続的なダメージとする流れがしっかり作られているんですね。しかしそれをやるためにはかなりシビアなタイミングによるボタンの入力が必要でして、この独特な入力タイミングを覚えると、ボタンにキャラクターの連続攻撃を使いこなせるようになって、がぜんこの作品が面白くなるのであります。最初はこの、アニメの設定上ロボットが戦うわけですから無理はない話なんですが、キャラクターは全体的に動きがもっさりしていて、ジャンプしたり攻撃したりするのにかなり独特なタイミングを必要とします。ボタン操作としては先ほどのデッドダンスと同じようにパンチキックの弱と強の4つのボタンで、かなりスト2ライクに遊べる操作形態で、さらに LR ボタンで左右に素早くブースト移動ができて、これで鈍いキャラクターを素早く移動させることができます。しかしジャンプはちょっと重々しくパンチキックの攻撃の当たり判定もわかりにくく、ただやみくも2連打しているだけでは全くうまく動かすことができません。まあそれでもそれなりにキャラクターも必殺技などでよく喋りますし、それだけで雰囲気を楽しむこともできるんですが、やはりこの攻撃の入力タイミングの癖を覚えて、いわゆるジャンプ攻撃からのキャンセル連続技といった、現在でも一般的な格闘ゲームの攻め方ができるようになるとかなり面白さも上がりますね。パンチキックの通常攻撃も弱を当ててから強攻撃を連続でつなげる、いわゆるチェーンコンボ的な連続攻撃もタイミング次第でできるようになっていて、シビアな入力タイミングを覚えればなかなか高度な戦い方ができるようになります。まあその基本操作の敷居が高いわけですので、これはまさしく格闘ゲームの上級プレイヤーにこそ遊んでもらいたいと思うものなんですね。なかなかにやり込みがいのあるよくできたものだと思うのです。実は結構ちゃんとした攻め方ができるんだと、自分なりにそれを覚えるとこの作品に対する印象も相当変わるものであります。私当時はその辺わからず完全にクソゲー扱いしておりました。しかしその後そういった独特な入力タイミングを体で覚えて実践できたとき、この作品は一転して神ゲーとなりました。もともとが好きなアニメのキャラクターの技で、それをスト2っぽく使える嬉しさ、さらにそれを従来の本格的な格闘ゲームの展開として消化できるということにますます魅力を感じていきましたね。今改めて遊んでみてもよくできてるなぁと思います。このガンダムの格闘ゲームとしてはその後に続編として、ガンダムウィングを題材にした作品が登場して、実際はそちらの方が圧倒的に操作性も良くて、まさしく万人におすすめできる非常によくできた格闘ゲームとなったわけなんですが、個人的にはその前のこの G ガンダムでも、独自の操作性による楽しさがしっかりあると思うんですよね。なんか例えるならばストリートファイターにおける、初代と2との違いのような、操作性は悪いながらも独自の操作のコツというものがあり、それがまさに他では味わえない爽快感となって面白さになっているといった感じであります。もともとが格闘ゲーム的なアニメであったこの G ガンダムで、お気に入りのキャラクターを使いこなせるとそれはもう楽しいものですよね。私個人としてはネオドイツの、ガンダムシュピーゲルという機体が一番かっこよくて好きですね。このゲームでもかなり使いやすいキャラでありました。今回はストーリーモードを進めているのでそのキャラは使用できませんが、対戦モードではゴッドガンダムとかデビルガンダムなども使えて、主要なモビルファイターは全部使えるのでそこもいいですね。マーメイドガンダムとかマンダラガンダムとかは使えないのかって？その辺もしっかり網羅した完全版が遊んでみたいですよねー。
もちろんこの 2D 格闘ゲームとして、全モビルファイターが使用できる完全版 G ガンダム、遊んでみたいなぁ。需要あると思いますよバンダイさん、頼みますよ。今更ですが今プレイしているストーリーモードでは、原作のストーリーを再現した流れとなっているので、ゲームとしても相手との戦いはガンダムファイトといって、1ラウンドのみの戦いとなります。そのため1回負けたらゲームオーバーとなります。まあこの動画としては変わりませんが、原作のガンダムファイトの熱い興奮が蘇るでしょうか。結構キャラクターも多くてそれぞれの特徴もしっかりと再現していて、必殺技などでも原作で使っていたものをちゃんと再現していていいですね。ガンダムの 2D 格闘というのはこれより前にアーケードでも登場していたんですが、いかんせんマイナーな存在としてあまり認知されてない感じもあるんですが、こうした G ガンダムでなくとも初代のファーストガンダムであってもこういったスト2的な格闘ゲームにできるのですから、現在でもいろいろ出ているガンダムを題材にしたゲームの中で、こういう格闘ゲームタイプのものももっと出てもいいと思うんですけどね。百式のジャンプ強キックから立ち強パンチキャンセルのメガバズーカランチャーとか、楽しいと思うなぁ。ちゃんと後ろでレコアのメタスが連れ添ってる演出で、プレイステーションでそういったタイプの作品も出てますが、ぜひアーケードでも出てほしい。やり込んでみたい。V ガンダムのドッコーラとかハメ臭い技で強キャラになりそう。キャラのグラフィックは原作のアニメチックな絵柄がいいなぁ。などと言ってたらこのちっこいデビルガンダムに負けた。お兄ちゃんやっぱ強い。というわけで今回はここまでですね。また次回までさよならさよなら。東方は赤く燃えている。今は昔の物語、我が道極めんとする男あり、血生臭い貴様に矜持まとうは偶然ではなかった。地獄編、いざ尋常に勝負なり。はい、ゆっくりでひたすら格闘ゲームを語りたい第9回目となります。今日はまたしても前回の6回目からの続きとなります。ネオジオからの有名シリーズたちの続きを取り上げたいと思います。というわけでまず最初は新サムライスピリッツですね。こちらは第2回で取り上げた初代サムライスピリッツの続編として94年にアーケードで登場しました。あの他に類を見ない独自の剣撃アクションにて、一発の破壊力によるスリルと興奮、その圧倒的な逆転劇によるカタルシスが魅力のゲームバランスはそのままに、よりサムライたちが対峙するその緊張感と美しさ、一対一によるまさに命のやり取りにおけるそのシビアでストイックな世界観と、和のテイストを大切にした美しい舞台背景や、静寂による張り詰めた緊張感を演出する素晴らしい BGM の数々、他の格闘ゲームにはないその独自のテイストをしっかりと受け継ぎつつ、さらにパワーアップした作品として、こちらも当時かなり人気の高かった作品ですね。私も当時かなり遊んでおりましたね。新しいキャラクターも大幅に増えて、そのキャラクターイラストなどもよりかっこよくなって、前作からやたらスタイリッシュになった印象でありました。しかしプレイ感としては操作方法も前作から変わらずすんなりプレイできて、弱と中のボタンを2つ同時に押して繰り出せる強攻撃のその絶大な威力と爽快感も健在でありました。全体的なゲームバランスとしては、やや対戦におけるバランスを考慮してなのか、若干威力が弱くなったり少しマイルドな強制具合となった感じもありますが、それでも怒りゲージマックスで決める攻撃のその威力の凄まじさは変わらず驚異的であります。
体力ゲージがいくら相手より有利であっても、いくらでも一発で逆転ができてしまったりして、その極端な試合展開こそがまさにこのシリーズの醍醐味ではないでしょうか。故に細かく素早い連続攻撃を積み重ねて少しずつ体力を削っていくといった展開ではなく、ひたすらその逆転の一発にかけるその一撃の重みを楽しむもので、画面としてもその攻撃と守りのメリハリがはっきりとしたものとなっていて、その静と動の混然一体となった空間は、まさしく剣道の真髄といった雰囲気も楽しめるもので、ゲームシステムを理解してやり込めばやり込むほどにその剣道ならではの張り詰めた緊張感のようなものが味わえて、それはまさしく、静かなること林のごとし、侵略すること火のごとく、といった感じで風林火山のイメージそのものであります。まあそこまでは言い過ぎかもですが、そういうイメージでプレイしてみるとなおこの作品の世界観にどっぷりハマれるんじゃないでしょうか。まあキャラクターもいっぱい増えてストイックな侍ばかりじゃないんですけどね。風林火山の精神で楽しむならやはり、立花右京とか服部半蔵、野獣十兵衛あたりがおすすめでしょうか。個人的にはこの現在プレイしている新キャラの、木場神源十郎もおすすめですね。主人公の覇王丸のライバルとして登場して、まさにかっこいい役といったキャラで私大好きですね。常にイライラしていて目につくやつを全て殺したいと考えているかなり危ないやつですが、まさにこの、人斬りの豪快さを表した侍スピリッツの世界観にぴったりなキャラクターといった感じがします。強切りのモーションも安定していて使いやすいので個人的に好きなキャラですね。そしてこの続編からはさらに新しい技が全てのキャラクター共通で追加されて、いわゆる超必殺技的なもので、決めると相手の武器を破壊することができます。前作では時折発生する、ボタン連打によるつばぜり合いの時に相手の武器を落とすことができましたが、今回はさらにその武器を破壊して一定時間相手を武器なしの状態にすることができます。キャラクターにもよりますがやはり武器がなくなると非常に不利になりますし、何よりこの武器を破壊する必殺技がどれもかっこいいのでぜひとも狙っていきたい技ですね。画面下の怒りゲージがマックスになったら固有のコマンドで繰り出すことができます。とにかくガードされても隙ができないような、それぞれの攻撃に適した距離というのを練習でうまく掴んで、闇雲に連発するのではなくじっくりとタイミングよく攻撃していくことがこの作品ならではの攻略のコツでしょう。相手にうまく隙を作らせて、とどめの瞬間に渾身の一撃である強攻撃を叩き込むことができれば、それはもう言い知れぬ爽快感なのであります。このお互いギリギリの緊張感、まさに生きるか死ぬかの瀬戸際なのであります。無念、やはり右京さんのように血を吐くほどにやり込まねば。ということで今度は、ワールドヒーローズ2、ジェットですね。こちらも同じく94年に ADK から登場したもので、前回の第6回で取り上げたワールドヒーローズ2からの続きとなる、シリーズの第3弾になります。ワールドヒーローズのシリーズというのは各作品ごとにそれぞれ独自の特徴があって、シリーズといえど作品ごとにシステムもいろいろ変わっていてかなり独立した感じになってるんですが、特にこのジェットはその中でもかなり奇抜な作りと言えるでしょうか。特にゲームバランスなどにおいてかなり他とは違うテイストに仕上がっている感じですね。登場した当初私もちょこちょこ遊んでましたが、いまいち人気がなかったのかゲームセンターから消えるのも結構早くて、シリーズの中ではちょっと影の薄い印象ではありました。しかしこれも今改めて遊んでみてもなかなか、
これはこれで独立した面白さがあってなかなか評価できるものであります。この作品は前作の2からのキャラクターを引き継ぎ、さらに新しいキャラクターも加わって、ゲームの舞台としては大会モードと呼ばれる、いわゆるトーナメントを勝ち進んでいくような展開のストーリーモードがそれまでにない新鮮なものでした。大会では1回戦として合計3人のキャラクターと1ラウンドずつ戦って、2勝できれば次の2回戦へと進めるというもので、いわゆるラウンドごとに相手が変わるタッグマッチみたいな感じもしますが、大会第1日目と2日目といった感じで、日にちごとにたくさんのキャラクターと1ラウンドずつ戦っていく流れが面白いですね。その試合を勝ち進むと、それぞれの勝利した時の決め技なんかも表示されて、まさしく格闘技のトーナメントの雰囲気であります。操作方法としては、従来からのパンチキックの2つのボタンで、ボタンを押す長さで逆と強を使い分ける仕組みで、前作であった投げボタンは廃止されて、代わりに挑発ボタンが追加されました。挑発ボタンはその名の通り、相手を挑発するわけですが、それだけのもので、特にゲージが減ったりとかそういう効果は全くありません。挑発はレバーとの組み合わせで4種類のポーズができて、一般的な勝利ポーズなどの他にも気絶するポーズなんかを意図的に出せたりして、なかなか面白い作りであります。対戦に全く関係ないのでお遊び要素でありますが、面白くて好きですね。他にも前作からの飛び道具を跳ね返したりするのも健在で、基本的には前作からの感触で十分遊べる作りなんですが、実際はそのゲームバランスにおいては前作から大幅に変更がなされており、見た目に同じような感じがしますが、まるっきり別物と言えるほどに大きな調整が施されています。前作ではそれまでの一般的な、いわゆるスト2的なテイストに影響されたゲームバランス、ゲームデザインといった感じで、主にキャンセルを用いたジャンプ攻撃からの連続技を駆使した、実にスピーディーに手数を駆使した華麗な連続攻撃の流れが爽快な作りでしたが、今作ではそのあたりが大きく変更されて、いわば先ほどのサムライスピリッツのように、攻撃力の高い一発の打撃をじっくり狙って打ち込んでいくようなゲームテンポとなっていて、むしろ全体的にどのキャラにおいても連続技が必ずしも必要な展開ではなくなりました。そしてパンチキックそれぞれの攻撃一つ一つが非常にダメージが高くなっていて、試合展開としても実にシンプルな構造となっています。まあそれは言うなれば、昨今のような華麗な連続技が花形となっている現在の格闘ゲームの流れとして見れば、実にお味で単純な作品と言えるかもしれません。しかしこれも一つの格闘ゲームのスタイルとして遊んでみると、この一発を狙った豪快な展開はなかなか他では味わえない爽快感となっていて、近年の忙しい操作を要求するスタイルのものとはまさに対極に位置するデザインだと思いますね。おそらくプレイヤーの体力が残り少なくなると攻撃力が上がる仕組みとなっているように感じますが、そのおかげでピンチとなっても一発の攻撃で一気に逆転できたりして、このあたりのリズム感もまさにサムライスピリッツに近いゲーム性だと思いますね。一部の跳ね技を除けば基本的にどのキャラクターでも十分に強い一撃を持っていて、それを狙うチャンスはどのキャラクターにも平等に与えられていると思いますので、しっかりと見て対応していければそれほどキャラクターごとの強さの差異はないかと思います。まあ全体的に攻撃がワンパターンになりがちで大味っちゃ大味な作品ではありますが、この豪快な一撃と一撃がぶつかり合う展開はなかなか爽快ですよ。ちなみに同じ強さのパンチやキックが同時にぶつかると攻撃が相殺され、お互いにダメージはなく大きく弾ける演出となったりして、基本的に相打ちとなる展開もほとんどないので、勝負内容としてもかなりわかりやすい作りとなっていて、そのあたりも素晴らしいところですね。今回使用しているこのキャラクターは新キャラの欲というキャラで、このワールドヒーローズが実際の歴史的人物をモチーフにした者たちばかりな中で、このキャラはまさしく三国志に登場したあの伝説の武将の欲なんでありますね。あの有名な豪傑が参戦とあればまさしく天下無敵、実際こいつは相当に強キャラだった気がしますね。
スタイルとしては非常にリーチの長い槍による攻撃で遠くからザクザク攻撃しまくるもので、スト2に例えるならダルシムみたいなスタイルと言えるでしょうか。近づかれるとちょっと不利になるので、いかに遠くに距離をとってその長い槍で相手を封じ込めるかといった戦い方であります。このキャラもまさにシンプルな操作で豪快なテンポを味わえるいいキャラであります。あと戦ってる時にキャラクターのセリフが画面の上に表示されるのもこの作品からでしたね。このセリフは次の作品にも受け継がれてなかなか楽しいものでした。実際にプレイしている本人にはほとんど読む暇がないんですが、プレイを観戦しているギャラリーとしては繰り出す技ごとに細かく色々セリフが変わるので、なかなか見ているだけでも飽きないものでしたね。個人的にはマッスルパワーとジョニー・マキシマムのセリフが大好きであります。息子よ。なんか欲の負けゼリフみたいになりましたね。破局道をやったダスやったダス勝ったダス。ということで今度は、ファイターズヒストリー、ダイナマイトです。こちらは前回の第4回の最初に取り上げたデータイーストの、初代ファイターズヒストリーの続編としてネオジオから登場したもので、今回はセガサターンの移植版でのプレイとなります。あとちなみに先ほどのサムライスピリッツとワールドヒーローズはどちらもプレイステーション2のアーカイブソフトからのプレイでした。このダイナマイトは私ネオジオ CD 版も持ってますが、やはりゲームパッドではうまく技が出ないのでサターン版としました。何気にサターン版は拡張ラムカートリッジを必要としていて、今回のプレイとしてもその最初の起動する段階から実にスリリングな体験を味わっております。今後サターンの拡張ラムの作品たちはどれだけ取り扱うことができるか、非常に楽しみでもあり恐ろしくもあります。さてこの作品は前作で、パンチキックボタンの弱中強の6つのボタンを有し、実にその作りがスト2に酷似した内容だとして有名でしたが、今作では制作基盤をネオジオへと変更して、そのためボタンとしても最大で4つまでのボタンによるものにシステムとしても大きく変更がなされた作品となりました。ボタンはパンチキックの弱と強の2種類となり、代わりに前後へのダッシュが追加されたり、キャラクターの技のモーションも全体的にかなりスピードアップされて、ゲームテンポとしても非常にスピーディーで爽快なものとなりました。前作のあのもっさりとした、じっくり狙い撃っていくテンポも私好きですが、こちらでは操作性も向上してかなり遊びやすく進化したもので爽快感も非常にパワーアップして、シリーズとしてかなり完成度の高い名作だと思います。これも私よくやってましたねー。当時から初代のその独特な雰囲気が好きでしたし、思い入れのあるキャラクターたちがしっかりそのまま引き継がれていて喜んでいたものでした。キャラクターのその独特なボイスも健在でよく声真似してたものでした。サムチャイとかリーとかペイリンとか、耳に残る個人的名ゼリフがいっぱいあったんですね。まさにデコゲーらしい味わい。大好きです。東堂ちゃん。さてこのダイナマイトではそういった操作性やグラフィックの向上並びに、新しいキャラクターのその、徹底したデコゲーとしての安定したこだわりを感じさせる実に濃いメンクのダレ得具合も含めて、システムとしてはキャラクターごとに設定された、体の一部分に何度かヒットさせると気絶するという、
弱点システムも引き継がれて、新しいシステムとしては通常攻撃も弱から強へと順番に押すことによる連続攻撃も、いわゆるチェーンコンボとなる攻撃もできるようになり、一部のキャラクターには他にも特別な超必殺技的な強力な隠し技も使えるようになっていて、より派手でスピーディーな作品となりました。さらにマニアックなところでは、コマンドによる投げ技の必殺技を持つ、柔道家の両子とレスラーのマーストリウス限定で、そのコマンド投げが届かない距離で、通常攻撃のキャンセルでそのコマンド投げを繰り出すと、投げの代わりに押したボタンの打撃攻撃が発生して、この現象を利用すると通常攻撃の大きな隙をキャンセルして、投げが逆パンチなどの素早い攻撃にすり替わり、結果的には素早く次の行動に移れるというテクニックで、他にも様々に細かい目に見えないところでのテクニックが豊富で、かなり格闘ゲーマーにもやり込みがいのある使い内容となっていて、対戦におけるキャラクターごとの性能の差もそれほど激しくないので、かなり対戦バランスも素晴らしくやりごたえのあるものとなっているんですね。攻撃がどのキャラクターも実に豪快で素早い展開となって、試合展開は常に一瞬で勝負が決まるようなスリリングなもので、上級者の対戦などでは実に見応えのあるプレイが楽しめますね。この作品では基本どのキャラクターでも非常に強力な戦法を持ってますし、テクニックとしても実に強烈な、いわば知らなければ跳ね技に近いと感じられるような一方的な戦術もあったりして、かなりバランスとしてもとんがった調整となっていて、いわば近年のようなバランス重視の全体的にマイルド調整が主流と言われるような今日の流れとは違う、実に強烈で極端なバランスによる殺伐とした対戦を楽しめるという意味では、この作品は実に完成度の高い仕上がりとして、現在でも根強いファンたちが対戦で盛り上がっているほどで、そのあたりでも作品の素晴らしさが感じられますね。私はそこまでやり込んではいませんが、そういった作り込みの良さを知ると実にのめり込めるというその魅力がよくわかるものであります。こういった細かい、いわゆるバグ的な要素も含めた様々なテクニックは、当時から長年積み重ねてきた流れで次々と発見されていったものでありますし、そうやって一つの作品を成熟させて面白くさせてきた経緯があるわけです。これもまさしく前回の第7回で取り上げた、スパ 2X のように、ファンのやり込みで大きく評価された名作であったわけです。こうした名作の奥の深さというのもまさに格闘ゲームの魅力ということでありましょう。プレイヤーが作品の面白さを開発していくという一つの醍醐味。これがまさに格闘ゲームらしい面白さの一つなのだと言えますね。2D 格闘ゲームとして現在でも十分通用するやり込みがいのある作品なので、格闘ゲーマーには特にこのダイナマイトは、ぜひおすすめしたい作品ですね。まあそう言いながら今回の私のプレイでは、普段はほとんど主人公の、霊しか使ったことのないくらいのものでして、他にはマーストリウスで、先ほど話したコマンド投げキャンセルのテクニックを練習していた程度のものでして、今回はほとんど初めてですがキャラクター的にかなり興味のあった新キャラの、ザジーに挑戦しております。とにかくこいつの技で、ダッキングヘルファイアが実に強烈なのであります。単発のダッキングのコマンドで、無敵状態で相手の懐に飛び込み、すぐさま連続でヘルファイアのコマンドを入力して、これまた無敵技となる燃えるアッパーカットで、素早くこの2つの必殺技を途切れずに連続入力すると、ダッキングからヘルファイアまでずっと無敵状態となる強力なテクニックなのであります。コンピューター相手ならひたすらこれだけでかなり進めてしまいます。キャラクターとしてもその見た目にも十分すぎるインパクトでありますし、個人的にかなりお腹いっぱいになれる大変魅力的なキャラであります。しかし萌えとは激しくかけ離れたこの世界観、たまりません。熱苦しい。
けで最後は、ザ・キング・オブ・ファイターズ、95であります。この作品の前に最初となる94があるんですが、私94はソフト持ってません。プレイステーション2で出た、リバウトっていうソフトは持ってるんですが、あれを初っ端に取り上げるのもどうかという気分もあって、個人的にシリーズで一番思い入れのあるこの95をチョイスしてみました。プレイはネオジオ CD 版になります。このキングオブファイターズという作品は、まさしくその1994年にネオジオで登場して、内容としてはいわゆる画廊伝説や竜子の剣といった、SNK のこの2つの格闘ゲームシリーズからのものや、他の同メーカーからのキャラクターなどを取り入れた、まさにドリームマッチといった内容の、違う作品のキャラクターたちが入り混じった異種格闘技大会といったもので、まさしくスーパーロボット対戦、夢のお祭りゲームといったもので、当時あの画廊伝説と竜子の剣のキャラクターが戦うというだけで、やたらと盛り上がっていたものでしたね。そしてこの作品は後にこうして続編となる95が誕生して、その後毎年続編が作られてゲームセンターを賑わせていった名作シリーズとなり、現在でも最新作が作られている超有名作品ですね。大きな特徴として、3対3のタッグチームマッチの形式となっていて、お互いに3人のプレイヤーを選択して先行時報対象と、ラウンドを勝利すると生き残り勝ち進んでいくというものでした。負けた側は次のキャラに入れ替わり、勝った方は体力ゲージを少し回復させて継続します。このたくさんのキャラクターから選択して順番を決めるシステムで、ちょっとした団体戦の戦略の楽しさも味わえて、好きな人はゲームセンターで、自分たち仲間内でそれぞれ3人に担当するキャラクターを割り振って、3人で入れ替わりながら遊ぶなんていう楽しみ方をされる人もよくいましたね。とにかく華やかなお祭り的な雰囲気で、一般にあまりゲームをしないような人たちにも人気があったりして、瞬く間に人気が高まった作品ですね。そして今回プレイしているこの続編の95では、キャラクターも新たに色々入れ替わってオリジナルキャラクターも増えて、この作品でその人気が確固たるものになったかと思います。特にこの、主人公の草薙京のライバルとして新たに登場した、ヤガミイオリというキャラクターが今までにないインパクトのあるキャラクターで、非常に人気があって現在でもこのシリーズの看板キャラクターとして、女性ファンも増えたりそのファッションデザインの奇抜さからコスプレするファンも増えたりして、多方面にわたり人気の高い魅力的なキャラですよね。主人公の草薙京と同じく高校生という設定だったと思いますが、こんな高校生どこを探したっていませんよね。この圧倒的な存在感が素晴らしいものでした。被害と学生としての自覚はあるのか、改造はしてますがしっかり学生服を着ているわけで、学生として学校へ登校する意思はしっかりあるようです。授業中に先生に向かって、そのまま死ねとか言ってるんでしょうか。テストの点が悪かったら、このままでは終わらんぞーと捨て台詞を吐いて教室を飛び出したりするんでしょうね。いろいろこういうおちゃめな妄想もできる可愛いやつであります。このキャラはかっこいいんだけどちょっといろいろずれてるところが魅力ですよね。そんなわけでこの95という作品ではどうしてもこのヤガミイオリというキャラクターが話題となった作品でありました。ゲームシステムとしては画廊伝説と竜子の剣の2つを足したような作りとして、画面下に竜子の剣のように気力ゲージがあって、ボタン3つ同時押しで気力を貯めることができて、マックスになると攻撃力が上がり、超必殺技を使うことができます。操作性としては当時の画廊伝説スペシャルなどのような感じで、いわゆるスト2的なキャンセルによる一般的な連続攻撃による展開で、そのキャンセルのタイミングなどにおいても結構スト2に近いペーストで操作できるもので、特に初代とこの95までの作品については、むしろスト2に慣れ親しんだプレイヤーにもすんなり遊べる操作感だったかと思いますね。このあたりは後に次の96から、その操作性も大幅に変更されてそちらがスタンダードになっていくんですが、そういう意味ではこの頃の作品はシリーズとして見ると、なかなか異質な存在だとも言えますかね。そしてまたその一発の攻撃力の高さもまたこの頃ならではといったバランスで、
この作品もまた先ほどのサムライスピリッツやワールドヒーローズ2ジェットのように、単発の一発攻撃の重みを味わうようなゲーム展開とも言えますね。とにかく難しい。今回私恥を忍んで、難易度を一番弱くしてプレイしております。しかしそれでもほとんど変わりません。コンピューターの反応がとにかく異常であります。ネオジオのゲームパッドだからだという言い訳も織り交ぜながらプレイの集大を晒しております。まあ一人負けたら終了という縛りプレイで、まともなこともできませんよね。厳しい。勝ち残っても次のラウンドに持ち越す体力もビビたるものなので、この緊張感は半端ないものであります。実際の対戦としては3人で合計となる全体の体力の総量でぶつかるといったものですから、一人で全部勝とうというのが無理のある話なのであります。無理してユーコランズなどを狙うのは死亡フラグにやられた、よりによってこいつに負けるとはかなりの屈辱、縛りプレイらしいオチとなったでしょうか。というわけでまた次回までさよならさよなら、霞ギリー。ゲームを語りたい。10回目の今日は、3D と 2D の格闘ゲームを2つずつ、なんとなくでチョイスしてみました。山下達郎のサンデーソングブックよろしく棚から一つ紙のコーナーであります。ということでまず最初は、ファイティングバイパーズですね。こちらはアーケードでセガから、1995年に登場した 3D ポリゴンによる格闘ゲームで、いわゆるあの有名なバーチャファイターからの流れで、基本的な操作方法などをそのバーチャファイターから継承しつつ、画面としてはより派手に、より豪快でパワフルな演出によって、その従来のバーチャファイターで表現していた、リアルな格闘技を再現したようなストイックなスタイルとは実に対極的な作品として、バーチャファイターと同じ操作でありながら実に派手な演出を楽しめる爽快感が売りでありました。格闘技の表現としてもより高等無形な演出に進化して、現実の世界ではありえないような無茶なアクションを楽しめて、いわばこの頃のセガのバーチャファイターによるリアルでストイックな世界観を根底からぶち壊してくれたような、ぶっ飛んだ演出が当時としても実にインパクトがありましたね。もちろん対戦ツールとしての完成度の折り紙付きで、マニアなゲーマーにやり込みがいがあり、バーチャファイターでは味わえなかったその派手な爽快感がたまらないものでした。この作品ではバーチャファイターのようなリングアウトはなく、ステージは柵で囲まれたところでの戦いとなっていて、その壁を背にした独特な攻防などもあり、とにかく壁にガシャガシャと叩きつける爽快感がそれまでにないものでしたね。こういった壁を使った展開は後の 3D 格闘ゲームに多く取り入れられていったギミックでした。そしてフィニッシュで相手を壁に叩きつけて KO させると柵が壊れて相手を遥か遠くへと突き飛ばすことができて、このフィニッシュの爽快な演出がとにかくインパクトがあって気持ちのいい作品でした。この作品ではシステムとしても独自のものがあって、プレイヤーはそれぞれにアーマーを装備していて、それが上半身と下半身の2つのアーマーゲージとして耐久力があり、画面右上と左上にあるキャラクターのマークが点滅している時に、その点滅している部分に特定の技をヒットさせるとアーマーが破壊される演出となり、アーマーがなくなると著しく防御力が下がってピンチとなります。お互いにこのアーマーの耐久値を意識しながら戦う。